今日は僕のナイトルティンを紹介したいと思います。まず自分が学校から帰ってきたらすぐに高速で着替えます。そして着替え終わったらすぐに机に行きます。今後やる企画に向けて台本を作っています。そして完成している物語を今から撮るようです。一本の動画を撮るのに30分以上かかります。動画を撮る前には服もちゃんとセットします。いざ動画撮影開始。 そして決めポーズもちゃんとします。そしてキャラクターを田中くんに変えました。そして次のキャラクターは何でしょうそうです。石田メガネくんです。こうやって素早く役を演じ、素早く着替えての繰り返しを毎回しています。そして企画に使う小道具を作るようです。今回の小道具はテスト用紙です。テストの問題を作るのをめんどくさい時は、 普通に引っ張ってきます。ちなみに完成形はこちらです。お、とうとう撮影が終わったようですね。動画撮影が終わったら、すぐに編集アプリを開き、動画を編集します。一回の編集は約30分以上かかります。動画を編集し、YouTube に投稿したら、すぐに寝ます。佐野子は夜早く寝てるんです。これが私の ナイトレティンさんでは最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。では、サラダバー。